今日って何日？19？ あ、じゃ何曜日？日曜日。おお、じゃあ行けるやん。ということ日曜日だから。今日はな、平日は5時以降じゃなくてできんのよ。あ、そうなんや。そう、学生だから。こんにちは。フワンタです。ちょっとね、なんかね、目が腫れててまだむくんでるんですよね、めっちゃ。だからなんかね、目が開かない。目が開いてる感覚がない。今日来てくれた方ありがとうございました。6時半公演、次は頑張ります。こんにちは。ご飯と不安とルーム見えますか？薄すぎて見えん。薄すぎて見えない。書いたのにせっかく。ありがとう。ちょっとちょっと、あっち行って。やる公演、これ書いてるんです、本当は。そうなんですよ。あ、ごめん、でも見えない。不安たるの書いてんだけど見えない。薄すぎて。そうなんですよ。ご飯と、フワンタとカフワンタです。ちょっとね、あれですね、あの、ちょっといいです。うわ、スキップできてなかった。え、できなかった？めっちゃ一生懸命ね、ステップスキップを頑張ったんですけど。声作ってるって歌が会えた。コアタン、こんにちは。こんにちは。フワンタ、地声ください。やっほー、やっほー。それ地声、それも地声じゃないよ、絶対。ルコエ、ありがとうございます。久しぶり、何日ぶり？ふわや、ミックスジュースのコーン。え、でもさ、昼夜はあれだけど、前一回やったくない？いつだっけ？いつやったか忘れた。11月だった？12月？入ってすぐとか。ああ、なんかあったよね。いつだったっけ？忘れちゃった。でも入ってすぐじゃない？あやちゃん、だるまありがとう。え、待って、いつだったっけ？本当に。カズさん、本当ありがとうございます。うわ、間違えた、これ。そう、今日、昨日はね、組閣発表。そう、はい、で、わかんないよ、まだ。離れるかどうか、一緒かも。一緒かも、わかんない、まだ。ホグワーツだもんね。ね。ななちゃん、本当ありがとうございます。ジュンジュンさん、ハートありがとうございます。ちょうど博多駅の新幹線で来ましたが、ショールーム助かる、かわいい。やったー、楽しいことがあるんです。もっちゃんとね、映画を見に行くんですよ。もっちふわでね、映画見に行くんだよ。もっちふわ映画いいでしょ、コハ。いいね。ハートも行こうね。ふわんたさん、スリザリンに一緒になるかな、もな。
チームスリザリン。チームスリザリン。チームスリザリン作る。いいね。組閣で。組閣で。チームスリザリン。グリフィンドール。グリフィンドール。いいねいいね。四つのチーム。即スリザリン入りだね。何見るの？何だったっけ？なんかね。なんて映画だったっけ？分からん。でもなんか怖い系とかではない。ミラミラ。何だったっけ？分からん。でもなんか怖い系ではなかった気がする。コハはスリザリンっぽくなくない？スリザリンの？コハワッフルワッフル。ワッフルワッフルですね。コハは。もうね、昨日楽しそうな人がいた。ちょっとマピンクのキャリーケース。ワッフルワッフルかもよ。ワッフルワッフル。ことに聞いてわかるの？ワッフルワッフル。やっ。あきちゃん、ありがとうございます。とかくバイバイドミックスジュースとミックスジュース焼肉行けたらいいですね。ご飯に行きたいです。チカポに。そうだね、チカポに大ごってもらうケチなんですよね。いや、チカジゲさんはケチじゃないんですよ。いや、めっちゃめっちゃあれですよ。スタバ自分で買ってて毎回でもジュース買ってくれるよ。スタバはダメなんだ。お菓子もくれるよ。名前グミあげて、コーラグミ。そう、おいいこれいるかって。 ありがとうございます。これハングルで書いてある。カムサムだ。あ、そう、胃薬くれたんですよ。クマだ。恐怖はね、めっちゃ今もなんですけど、めっちゃ胃がムカムカしててね、なんて言うんですか、なんか胃が痛いんですよ。豚骨ラーメン食べた。食べてないわ。食べた後みたいな。あ、そんな感じね。そうなんですよ、そういう感じの。なんかね、胃がね痛いんですよ結構今。てかずっと朝からね痛かって、公演中もね痛かったんですけど、我慢して頑張った。で電話してメイク中に、ちょっと胃が痛いですって。胃が痛いですって。聖夜カラオケがあるね、でもご飯何あるかまだ知らないんですよ。24時間。胃のやつなんかありますかって聞いて、全然わかんない。でもなんかみーきさんと勝手に2人で昨日勝手な、何にも知らないんですけど、 YNN さん何やるか予想で何やるんかなって話してて、小宇宙なんちゃらみたいなのがあるらしくて、そのタイムスケジュールに。そしたらみーきさんが絶対ここ私たちじゃないって言ってきて、なんでコハの宇宙なんですかって言ってる。私コハさんとみーきは宇宙人みたいだからって言われました。でね、この間ねツイートしてたやつ分かりましたか皆さん。誰との会話でしょう。みーきさんとコハの組み合わせはこう恐ろしい気が。なんでめっちゃ仲良しですよ。昨日も一緒におしゃべりしました。ツイートでやってた。確かに。メッセージのやり取りの会話です。誰でしたっけ。お、皆さんも気づいてるんですか。もうないね。結果ピさんでした。何が起こるか分からんっていう意味で恐ろしい。さすがミキさん。そう、絶対宇宙人だからってミキさんに言われちゃいました。たまたま、本当にたまたま可愛いなと思って買ったスタンプの中に生きてて偉いって書いてあって、うわこれピじゃんと思ってピに送ったんですよ。でもめっちゃみんな仲良しなんですよ。そういう会話しかしてないんですよね。昨日も一緒にテクテクしました。
ス暦の上ではディセン懐かしい、あまちゃん。そう、あのベイビーレイズさんが好きだったっけ。ちょっとでもハートはサバイバー紅葉、なんだっけ、なんちゃらたんちゃらピンタータンタータンタンなよきめはあんた来年の恋なんて鬼が笑うわよよあめよこよこよこ男子禁止懐かしい。なんか目にゴミ入ってる、ゴミ入ってる目に。これ入ってない、もっと上向いて、めっちゃ入ってない。え、繊維なんか見えん、透明な繊維、これが入ってるんですよ、多分。難しいね。もうここの耳かけがボコボコだ。そうだね。めんどくせえに長そう。え、今日にかけて洗浄液持ってきてないんですよ。ちくしゅうさんに買って。ほら見てて。なんか見て汚れてる、ほら。どっち？あ、確かになんか線みたいな。ほこりですねこれは。まあいいや。夜公演も頑張ります。こんにちは。アマちゃんの頃小学生。そうだよ、遊びに来たよ。お、コアの担任の先生が岩手出身でめっちゃ盛り上がりました、その時期。そうですね、今日目取り出して洗いたいですね、本当に。目ってさ、キュッて取り出してキュッて洗ってキュッてやりたいよな。確かに、マジで本当に洗いたい目を。そしたらさ、もう眼球ごと変えれるで色。うわ。え、でさ、なんかある、なんかなかったっけ、なんか目白くす、なんか白目のところを充血とかなくしたり、うん、え、なんかバターみたいなやつ。え、ちょ、なんか疲労回復みたいな、目眼疲労回復みたいな、なかったっけ。どういうこと。ジュンジュンさん、だるまありがとうございます。妄想ガールフレンド、お、オレンジハート、ありがとう。次は会いに行く、ビルビーアイドルですか。いいですね、楽しみたいと思います。人は好きになるって、待って、めっちゃ目がかゆい。かゆい、かわいい。顔向けちゃって、今更のポタストーブ始まった。お、あやちゃん、誰もありがとうございます。ご飯だ、ふわんだ。いや、ドクターストーンね、いいですね、本当に。ドクターストーンね、マジで早く新しいの来てほしい。今何分くらい経った？わかんない。カーテン今日は開くなし。はい、最悪です。なんでダメなのか意味がわからないです。意味がわからないです。絶対つけた方がいいと思います。ちょっとね、メイクの時間がね、ちょっと迫ってるので早く終わらないといけないです。だるまありがとう。15分になったらすいません、終わろうと思います。じゃあランキング読んどこうかな。13位が 39PM 様さん、ありがとうございます。早くなくても大丈夫、可愛いです。嫌だです。ジュンジュン、カヨコン大事です。メイクも激薄です。10位がタケポンさん、ありがとうございます。9位がナナちゃん、ありがとう。もうメイクも薄いんですよ。7位が
あやちゃんありがとうございます。え、6位がトシありがとうございます。学校行くはしただけで全然違います。ありがとうございます。誰もありがとう。ぬくいさんありがとうございます。かわいいマイメロちゃん。2位が元気くんありがとうございます。そして1位がしょうまくんありがとうございます。イエーイ。皆さん本当に違うの。いや本当にありがとうございました。確かにメイクすぎ薄すぎ。ちょっとねコアのツイッターに出てる足が遊んでるっていうか日常の写真が普通の顔です。ちょっとねストレーこのミーカうんちです。で昼公演、あ夜公演メイク直しして、はい、ということで今日もランキング読みます。ファイトです。皆さん13位ケイタロウさんありがとうございます。サンサさん、サンサ対策しっかりしてね、頑張ってくださいね。12位頑張ってください。いいメンさんありがとうございます。そして皆さんも11位バズギアさんありがとうございます。楽しみな気持ちだけ持ってきてください。10位アサミさんありがとうございます。9位タマさんありがとうございます。8位ヨシさんありがとうございます。7位ノリエさんありがとうございます。6位ピロピロヒロシタンさんありがとうございます。5位フミヤさんありがとうございます。4位コバリさんありがとうございます。3位ミモノさんありがとうございます。2位ヒデさんありがとうございます。1位はノブさんありがとうございます。みんな見に来てくれてありがとうございます。またねー。ありがとう。バイバイキーン。